ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん？嘘！さくらちゃん、雨宮さんところの。はい。子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯努めます。なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。暑すぎですよ、ここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。はい、神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。もしかして呆れてます？黙っちゃうなんてひどいですよ、もう。さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな、よかった。そうですね。俺も隊長になれて夢みたいだよ。女の子ばかりの舞台ですもんね。パラダイスです。いや、そういうことじゃなくて。冗談です。おいおい、さくら。すみません、案内の途中でしたね。行きましょう。でもこれで満足しちゃいけないぞ。帝国歌劇団に入ったらおしまいじゃないんだ。これからも頑張らないとな。はい、もちろんです。そ
のためにもよろしくご指導お願いしますね、神山隊長。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。